トッテナム所属の孫ミンが、大韓サッカー協会が選定する、2019今年の選手賞を受賞した。孫ミンは去る19日午後5時、ソウル市内で開かれた、2019クファ受賞式で、所属チームと国家代表を行き来しながら最高のプレーを見せた選手に贈られる、今年の選手賞男子選手部門の受賞者に選ばれた。 去る2013年、2014年、2017年に続いて、今年の選手賞を獲得した孫ミンは、キマコとイサオを抑えて男子部門の歴代最多受賞者となった。イングランドにいるため受賞式に参加できなかった孫ミンは、受賞の喜びをメッセージで伝えた。孫ミンは、とても光栄に思い、 感謝します。2019年、とても多くの出来事がありました。サポーターとサッカー関係者のおかげで、いいこともたくさんありましたとし、2020年をもっと幸せに迎えられるように選手として、サッカーに携わる一人として、より努力します。これからも、より努力する選手になりますと心境を明かした。